皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。今回のアッシュエコーズはガチャ回ということで、2つ目の動画ガチャ引いていこうと思います。誰を引くのかっていう話なんですけど、今来ているピックアップというのが1人目が新芸、そしてもう1人クナツキが来ているというところになっています。前回クナツキと新芸の強さっていうのは動画で話させていただいたんですが、こちら見てよ、30回のガチャどっち引くかっていう話なんですけど、暴走も欲しいし、クナツキも欲しいよっていう感じなんだよね。まあ、モフ兄弟は私持ってるんですが、まあ、ローも強いしね、迷うなっていう感じではあるんですが、私はクナツキを選択で引こうと思っています。で、こちら、見てほしいんですけど、この新鋭なんですけど、威嚇スキルを突1枚上げた場合、攻撃回数プラス 50% とサブドローンの与えるダメージプラス 10% なんですよ。これね、50% 上昇はかなり強いなと思いますので、どっちかというとこの新鋭を狙ってガチャ引いていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。そうだな、40連か50連ぐらい引けたらと思います。それで引けたら最高。よろしくお願いいたします。それではガチャをお楽しみください。どうぞ。大変申し訳ないんですけれども、録画ミスで10連目飛んじゃいました。ごめんなさい。ちなみに何も新キャラ出なかったです。それでは引いていきます。よろしくお願いいたします。実質10連目かな？動画ではね。20連引いてますが。それでは見ていきましょう。キップで。まあ、みんな持ってますね。まあ、しょうがないな。それでは20連目よろしくお願いいたします。よいしょ、お、これは来たんじゃないか、まさか。ある、色来たよ。これは一つずつめくっていきましょうか。ちなみにこのアッシュエコーズなんですけど、名前難しすぎてね、まだ覚えれてないキャラクターいるのごめんなさい。マジか、もう引いたよ。新芸来ました。最高すぎるだろこれ。え、神引きすぎないか。さあ新キャラ、オートリムネかな。あ、この子あれだよね、ストーリーで出てましたよね。人形師っていう感じでさ、人形使って出てましたよね。いやー、使ってみたかったんだよね。ストーリーではね、相手側に出てきてたんですけど、アッシュエコーズストーリーいいよね。俺今もう第3章かな、終わっちゃって、どうしてもレベルも足らないし、まだ実装もしないっていうことで、それ以上できてないんで、今はもうストーリーじゃなく、ひたすら育成に努めています。ということで、なんと、実質20連。かっこ動画外では10連出ちゃったので、30連で新鋭引くことができました。ありがとうございます。ってなるとだよ、選択で、クナツキ狙うのはまだ早いんじゃないか。残り20連ぐらい引いて、クナツキ出るかどうか、やってみようと思います。これで出たら、もう選択構想でいいよね。ということで、よろしくお願いいたします。行くぞ。さあ、ここからは、クナツキガチャになります。いやー、色的には出ないか？俺、これまだね、この演出から、昇格っていうの見たことないんですけど、皆さん昇格って見たことありますか？さあ、新キャラゼロ！まあ、みんな持ってますよね。なんつってもさ、レベル10、20、30だったかな。の時に、星5キャラクターを陣営でもらえるよっていう紙あるじゃないですか。あれのおかげで星5もだいぶ持ってるから、やっぱどうしてもかぶっちゃうよね。それでは、もう10連引いていきましょう。よろしくお願いします。お、え、神引きすぎない？今回やばくね？俺でクナツキ来たら、もう選択俺コースを決定だよ。これ1枚ずつ引いていくわ。最後に2番目引きますね。怖いから。持ってるキャラクターが続きますが、あー、この子よく出るよね。なんだっけ、裏の鈴って書いて、なんて読むんだったっけ、この子。名前がほんと難しくてごめん。よし。さあ、皆さん最後見ていきましょう。さあ、来い。クラス。マジ？本当？
直接私に連絡する。おいおい、こんな神引きしたらマジでこれ皆さん低評価やめてっていうのは置いといて、神引きマジかよっていう感じなんですね。クナツキと、え、嘘だろ、神経も引けたんだよ。やばすぎないこれ、やばくない、俺のアカウントやばすぎないか。これでクナツキ神経が引けたので、じゃあありがたく酵素を引いていこうと思います。ただね、俺ヒーラーがいねえんだよな、あんまりヒーラーとかいないから、バリアとかも考えたらこのアジュールとかね、あとあの流星狙うのもありだと思うんだよな。ただ迷うけど俺は酵素で行こうと思います。酵素を選択します。さあ酵素引きました。特殊事件処理隊レッド、酵素だ酵素だあえて光栄だよ。こちらこそあえて光栄です。ということで神引きでしたね。動画外含めて合計50連なっちゃいました。録画ミスしてマジでごめんなさい。ということでクナツキ新鋭ガチャいかがでしたでしょうか。個人的にはね、やっぱ新鋭強いと思ってますんで、今後も新鋭ね、お気に入りキャラクターなので、がっつり育成していきたいと思います。今見てみたら、今度選択報酬300だって。わー、300は結構遠いですね。あと231回引けば、また確定で引けるらしい。あと残った分はね、次のピックアップに取っていこうと思うんですが、こっちも持ってないから引きたいんだけどね。こっちはまた別の機会に引こうと思います。じゃあ最後に新鋭、威嚇進化させましょう。レベル強化2。ということで、こちらなりましたね。これが強いんだね。そして特性解放と。さあ、ついに来ましたね。このね、砲撃回数プラス 50%。これがあるおかげで新鋭火力がぐんと上がると思いますので、これは楽しみだ。ちなみに次の威嚇進化も1って書いてあるから、もう1回新鋭をどっかで引く必要もあります、ね。3になると、召喚間隔10秒になるって書いてあるから、これまた強くなるから、3で一気にまた化けるとは思います。さすがに3までは引けないので、それで今ここまでにしたいと思います。ということで、私の今の手持ちはこんな感じです。結構一気にさ、今回、酵素をクナツキ出たから強くなったよね。今後も、アッシュエコーズ、いろいろ、頑張りながら、楽しみながら、攻略していきたいと思います。今回、めちゃくちゃいい引きでしたが、ご視聴いただき、ありがとうございました。ガチャは楽しめましたか？よければ、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。またね、バイバイ、ありがとうございました。